チャオ、まひろです。ザ・エスケーピスト2やっていこうと思います。今回の刑務所は、ラトルスネークスプリングス、こちらの方をやっていこうと思います。右側の方に脱獄の方法が書いてあるんだね。境界線突破、ターザンのごとく、ゴミ捨ての時間。まあ、始めたらどっかにまた書いてあったりするんだろうか。プレイヤーは1回分の高さまでしか飛び降りられない。で、キャラはこの真宙でいきます。やあ相棒、我らが難攻不落の要塞へようこそ。なんか馬の鳴き声したな。また馬で逃げれんのか。天候はここだ。絶対に遅れるな。ここだって言われても分かんないな。腹は減ったか。この食堂ではありとあらゆる鶏肉が食えるぞ。何それ、ご飯うまいよって自慢。ここはお前さんがきっつい目にあったところに、あった時に来る場所だ。医務室だね。署内で働くこともできる。ようやくまっとうな暮らしを営めるわけだ。職業案内所かな。ここ筋トレジム。ご覧の通り、ジムには最新鋭の高級マシンがずらりと並んでいる。これ実際本当にジムなんてあんのかな。面白いことを教えてやろう。この刑務所はオンボロ鉱山の上に立っている。読めなかったな。鉱山があるってことは下掘っていけんじゃねえのか。あー違う。ここで待って。違う、ちょっと待って。あ、これどうやって置けんだっけ。あー、あった。え、なに、こう一人部屋じゃないの。二人部屋なんだ。天候どこだって。これ何ここ、金属探知機かな。ジムはピョンと言ってたの分かるけど、どこ天候。あ、ここ、はいはい、これいいかな。ここ開けれる。で、どうやって脱出すればいいんだ。紫も開けれるんだね。脱出方法はびっくりマークつけてる人いるかな。教えてくれる人はいないのか。今回頼み事、アイコンで切り替え、頼み事。犬なんていんの。頼み事、また朝食なんてどこ、朝食どこ。あ、こっち。なんか音楽が陽気だな。ご飯食べなくていいでしょ。何すりゃいいんだろう。喧嘩しとるな。あ、赤は開かないのね。この人は頼み事でしょ。緑色はどうやって出ればいいんだろう。なんか書いてたりせんのかな。ここ入れないな。あ、なんかメモが書いてある。これか。お前らの助言だ。この部屋へ監視が入るところを俺は一度も見たことがなくてよ。向こうの鉱山まで穴を掘って抜け出すにはぴったりの場所かもしれない。穴を掘る。他にメモあったりする。労働時間。ここ?あ、オッケー。あとメモ。あ、これか。お前らの助言。脱獄ポイントを探すときは必ず地図を使うようにな。この刑務所の外には小さな建物がいくつかあって、フェンスはそのさらに外側にある。こうした建物に入っていくやつを見たことは一度もないし、刑務所の外まで穴を掘り進めていくときには格好の足止めスポットになりそうだ。はぁ?どういうこと?穴掘れってこと?ここは入れる。金属のもの持ってたらピーってなったりすんのかな?
他にメモは？これは？調べる。警戒度。警戒度はミニマップ下の星の数で示される。星が一つ増えるたびに警察署内を巡回する看守や番犬の数が増える。星が5つになると刑務所は封鎖され、機動隊が出現する。また囚人が点呼をすっぽかしたり、刑務所を破壊しているところを見つかると瞬時に封鎖状態となる。星。労働時間のところについてる右下の星かな？ 5 個あるもんね。あとはメモ。この赤いところ入れないよね。なんか怪しくない？こっち側こっちも行けない。で、ここも入れない。はあ、ここも行けない。赤い鍵が必要なんじゃないのか。運動時間。運動はどこだ？はい。場所把握するのも大変だな。ここは入れる。ここは入れない。ここは出れない。これ出口か。これは、あ、入れないのか。はあ、ここ食堂だもんね。掘り進めていくしかないのかな。あ、2階行ける。はい。2階になんか書いてたりはしないのかな。あのメモ見ながらなんかやるしかないのか。ここ掘ってく。公衆電話。脱獄のヒント、ターザンのごとく。何それ。コインが足りない。あー、こういう頼み事を受けてったらお金が手に入るのか。頼み事を受けてってみようか。はい。死んだネズミを見つける。死んだネズミを見つける。あ、はいはい。で、50ゴールドでいいのかな。それ稼いで電話してみようか。よう、そっちはどんな感じだい？元気でやってんのか？一つ耳寄りな情報を教えてやろうか。だいぶ前にストリンガーって囚人がこんなことを言ってた。この無所の北側の建物からロープを渡すことができりゃターザンみたいに脱出できるって。あいつがそれをやり終わせたのかどうか今もって謎だかな。騒がしいのは嫌いだが飯だけをよく食うやつだってよ。ロープ、北側の建物からロープ。あ、これまた違うのか。あ、そういうことね。ターザンのごとく牛追い棒をドロドロチョコ入り、ジョロドロチョコ入りマグ。なんだそれ。イム館の服。イム館の服とは。あ、イム館の服。え、これさ、これ着てたらさ、なりきれんじゃないのこれ。どう？まあ、なりきれたからってどうっていう話だけど。やあ新人さん、やあ新人さん。あ、でも入れはしない。入れるとこがあるとかでもない。そういうことじゃないの。中古の後で一杯どうだ。あー、イム館だと思い込んでる。でも別にか。あ、ここ入れるようになってる。わあ、なんだこれ、ゴム手袋。イム館の服。ちょっと待って、これを持ってかなきゃいけないから、これ着て
あれ渡そう。あ、こういう風に服装を変えないともしかして入れないところがあるのかな。ずっと今からの服でいいのかな。誰に渡すんだっけ。あ、こいつだ。はい。で、35。まだ足りないな。はいはい。看守の服。看守の服。あー、お昼ご飯食べに行って。これ、この姿で OK？OK？ OK？ 看守の服。うわ、看守の服欲しいね。監視の服着てたらなんかなったりするかな。ここじゃない。ちょっとなんかようやく進んできた。もしかして服装を変えないといけないみたいな。監視の服着てみて、そしたらここ入れるとか。あ、ここ、あ、ここは入れたか。最初から赤に入れるとか。あ、入れない。ここは入れない。どっか入れるようになってたりするのかな。どうかな。ここ禁止製品が見つかった。あ、なに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 。待って あー、やばい。97とかになっちゃった。これ下がるまで出られないな。金製品っていうか、何が金製品なの。何が金製品なの。これ医務官の服が金製品なの。そういうこと。82もあるけど、これこの状態まずいんじゃね。天候だ。あ、やばい、天候だ。やばいやばいやばい、どうしよう、天候。あー、どうしよう。とりあえず隠れる。あー、うそうそ、うえー。封鎖になっちゃった。あー、装備品も全部取られた。あーあーあー、出れないよ。え、出れないよ。どうやったら出れんの。え、もう出られないの。じゃがいもの皮を剥くは。あ、これやらされるの、捕まったら。難しいんですけど、もういい。あ、よかったよかった。はあ、なるほどね。で、バールはどうすりゃいいの。バールだから、バールないんだって。あ、こいつこいつこいつ、バール持ってる。あ、労働時間だ。ちょっと待って、労働時間。置いたアイテムそのままになってんな。労働時間、労働時間。ちょっと待ってよ、ここを通らなきゃいけないよね。ちょっと隠したいから。これは平気なのかな。ガムテープも多分平気だよね。ガムテープは入れて、これ、あ、こうだね。で、労働行って、いやー、ようやく活路が見出せてきたよ。で、これで、バールと、これと、ガムテープか。で、これを作る。で、そっから、これと、ガムテープで、確かもう一段階、いいやつが作れるよね。うんうん。ツルハシ、OK。で、さらに、これとこれで、これってさ、弱くなってったら作り直した方がいいのかな。
え、もうできる？いける？ここで掘ればいいんでしょう。どう掘るんだこれ。ここをどうやって掘るんだっけ。あ、違う、これ拾ってこうか。減ってってるね。80、70。シャワーだって、シャワーだって。これはまずいぞ。じゃあここに、ちょっと待って、このアイテムをここに置いといて、さあ誰も入ってこないでしょ。え、金製品が見つかった。何持ってる。あ、ガムテープか。ちょっと待った。やばいやばい、隠れたい。ちょっと待って。隠れたい。ガムテープがダメなのか。あ、ちょっと待って待って。痛い。ここだ。ガムテープが。まあいっか。ガムテープぐらいは。手に入るしね。拾って、装備して、カンカンと。いや、これ一本じゃいけない気がするけど。お、よし、いけた。で？調べる。×。シャベルを手に持つと赤いボックスが出現する。シャベルが必要なの次は。え、あ、絶対無理じゃないこんなの。だってあと 10% しかないよ。じゃあやっぱりガムテープと木、修理しながら使っていくのか。木は見つかったね。ガムテープもないかな。あー、木があったね。で、ガムテ、ガムテ頼む。ガムテないかな。お、あった。とりあえずこれだけ持って、金製品だから通らないようにしないとね。あ、ちなみに星ついてんの私が1個サボったから星がつきました。で、これで丈夫なツルハシを作る。あ、 100% になった。で、これ降りて、カンカンカン。お、いけんじゃないこれ。はいはい、まだ平気か。で、壊れちゃいそうだな。上？これ以上アイテム持てない。アイテム、あ、土か。お、土どうすりゃいいんだ、土。なんかそこら辺に置いといたらなんか問題になりそうだけど、なんか誰かの机に入れとくか。はい、じゃあ土を入れとこう。はい。これ持って歩いてても平気なわけ。もう 30% のやつをさ、復活させることはできないのかな。え、あそこ掘ったってさ、監視カメラあるから微妙じゃない。そこじゃなくない。あ、ちょっと待って、自由時間終わるな。なんだ、天候か。だから結局はこっち側に掘んなきゃいけないんじゃないの。装備して、いけるか。あー、ち
ちょっと待って、違う、そこの上に行ってもしょうがないんだよ。 5% しかなくなっちゃったじゃん。ここ抜ければいいんじゃないの。え、終わっちゃうよ。これ修理みたいなのできないの。できないくさいな。またそしたらツルハシ作んなきゃいけないのかな。丈夫なツルハシ、どうだろうか。とりあえずアイテムここ置いといて。あー、やばい。タムテープ持ってたか。あー、ちょっと待って、このこいつ、こら、よいしょ。はい、あ、痛い。ダメだ。これ間に合わないんじゃないの。あ、止まってるわ。くっそー、またこいつか、ごめんって。いや、でも時間は進んでるな。平気か。あ、また戻った。はい。いやー、ちょっと大変なんですけど。またガムテープと、君のツケを開けたからか。木は平気でしょ。さすがに木は平気でしょ。木がダメなの。ごめんって。どうしよう、天候に行った瞬間タコ殴りにされるよ。ほらー。どうしよう。ちょっと、どっかに隠れなきゃ。ここ、これ大丈夫でしょう。天候には行けたからね。怖え。これまたこの状態はどうなの。80ぐらいまで下がれば大丈夫。赤い状態はダメかな。あ、赤くなくなったな。これで平気か。いえ、またターゲットを発見になってる。ちょっと待って、まだダメじゃん。あー、やめて、死んじゃう。おー、80でもダメか。ダメージが修復されたって何。施設封鎖、もしかして私が開けたダメージの話。見つかっちゃった。そういうこと。ここの話。これだよね、多分ね。休む。あ、ダメ。あれが解けたら、ちょっと施設封鎖のとこ、徐々に赤いの減ってってるじゃん。あれが減るまで出られないってこと。ははは。あ、痛い。ごめんって。いや、ごめんって。ごめんよ。義務感出動した。もう大変だ。どっちがさっき？あ、来てくれた。で、どうなんの？出れんの？あ、出れるな。入れるけど、入った方がいいの？どうなんだろうか。あ、わざと出る方法。あ、いけない。あ、じゃあダメだ。
ちょっと待って待って待って。何のダメージ？ここかな、やっぱり。これのことかな。これのことかな。これかな。あと 5% で壊れちゃうんだよな。どうやって修復すりゃいいのかな。ここ入れる。でも住人がいるから多分、ほら、怒るじゃん。あ、あっち行った。よしよしよし。木とガムってあった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 。で、木は私どこに置いたっけ。木どっかに置いたよね。あ、なんか犬が来てる。見つけたぞ星5。何見つけた星5って。あ、ボッコボコにされた。私がやったってバレたの？そういうこと？そういうことかな？え、あれも塞がっちゃった？あ、塞がってない、大丈夫だ。ひどいよ。いや、とりあえず、ガムテープと棒だよ。ない。で、ようやくツルハシが作れたから、これで進んでみよう。あー、もう壊れそうだな。あ、違う違う違う。上じゃないな。押しっぱなし危ないな。どこだ？どこをどう脱獄すればいいんだ？いやー、これなんとかここまで来たんだけど、こっち行きゃ出れんのか？え、これ脱獄になる？え、脱獄できた？やった！ようやくできたよ！おい、戻ってこい！え、何？え、そっちが戻れ！次何さ？これならどうだ？何やってんだ？早く逃げろよ！どうなってんの。すごい。よし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 。で、運ばれていく。いやー、めっちゃ日数かかったわ。まあでもいろいろ試してたからね。 D、 まあしょうがないしょうがない、これも慣れだ。はい、ということで、なんとか、ラトルスネークスプリングス、脱獄の方、成功しましたね。結構いろんなことやってみたから、少しは覚えれたかな。次回もまた別の刑務所を脱獄してやろうと思います。よかったら、次のゲームも見に来てね。バイバーイ。